皆さん、こんにちは。本日は、数2の不等式の領域についてやっていきたいと思います。まあ、数2の不等式の領域ですね。不等式によって、どういう領域が作られるかということについてやっていきたいと思います。では、早速、例28、次の不等式の表す領域を図しせよという問題。1番、y 大なりイコール x プラス1。この問題、どういう風にすればいいかなというふうに言いますと、基本的には、もう左辺を y のみの式にして、まずはその直線を書いてください。そこから領域について考えるというところでやっていきたいと思います。 はい。じゃあ、一番ですね。これ、え、y イコール x プラス1。この図を書くと、こんな感じになります。で、今回は、y の方が大きいよっていうことなので、y の方が大きい。まあ、例えば、ここ2かえー、0かま2とかだと、実際代入すると0と2で、まあ、満たしそうですよね。え、y の方が大きいよっていうことだったら、上部分。つまり、こんな感じになります。 はい。で、えー、まあ、答え方としては図の斜線部分。で、今回は境界。つまり、y イコール x プラス1の上も、イコールがついてるんで、含みますよということで、境界含むっていう風に書いておいてください。では次2番です。はい、2番、この式。で、このままっていう風にやっちゃいけませんので、まずはしっかりとこういう風に、y イコール、まあ y イコールと言いますかね。こういう形にしましょう。で、ここからまた同じように、はい、こんな感じで図を書いてあげる。 で、今回は 2x プラス1よりもちっちゃいよってことなので、ちっちゃい場合下側になります。こんな感じですね。はい。で、えー、そしたらこれ、図の斜線部分ってなります。で、今回はイコールはついてませんので、境界は含まずというふうに書いてください。では次3番。x 大なりイコール2。はい。これどうなるかと言いますと、えー、これはい、x イコール2って、このピっていう直線ですね。で、今回は2以上なんですので、こっち側ですよね。2以上。 はい。ということで、図の斜線部分、境界含む、今回はに、ね、イコールついてますので。というふうに言うことができます。はい。ざっくりまとめますと、えー、直線 y イコール mx プラス n っていう式。これをね、l っていうふうに置きますと、えー、不等式。はい。y イコール、えー、y。大なり mx プラス n。ね。こういうふうに、y の方が大きいよっていうときは上側になります。で、y の方がちっちゃいよっていうときは下側になります。というところを押さえておいてください。 では次、例29。はい、これ円の式ですね。えー、不等式を表す領域を図ですよ。x 事乗プラス y 事乗ダイナリイコール3。はい、これどうなるかと言いますと、はい、まあ同じように図書いちゃいましょう。で、今回は半径が3以上だよっていうことなので、半径が3以上。つまり、これ外側になりそうですよね。はい、図の斜線部分、境界含むというふうに言うことができます。で、次、はい、2番。まあこんな感じの問題ですが、えー、まあこういうふうになっている場合は、まず平方完成するべきですよね。 で、これ、はい。x-3 の事乗プラス、y、y-1 の事乗が、えー、小なり1。っていう風にすることができます。はい。中心3カンマ1、半径1。ですので、こんな感じの式が表されます。で、今回は半径が1よりもちっちゃいよっていう風に言ってるんで、ちっちゃいってことは、こんな感じですよね。はい。ということで、図の斜線部分。イコールついてないんで、今回は境界は含まずという風に書いてください。では、円も同様にまとめましょう、えー。半径の方が大きいよっていうケースの場合は、えー、c の内部になります。 で、半径の方がちっちゃいよっていう場合は外部になります。というところを押さえておいてください。それでは、問い28と29やってみましょう。では、解説始めたいと思います。えー、y ダイ 3x プラス2、えー、まあ、直線回転。で、直線書くときに2点ぐらいは書いといた方がいいかなと思いますので、しっかりと書いといてください。で、右の斜線部分で、境界は含みません。イコールついてないので。 では次2番ですね。2番の問題。はい、まずは Y ね、ほにゃららという形にしましょう。で、そしたら今回は2と3分の8。まあ、ここの部分ですね。まあ、第二とかしてあげるといいかなと思います。で、えー、今回は Y の方がちっちゃいよっていうことなんで下の部分。イコールついてるから境界を含みます。じゃ次3番。3番の問題に関しては、はい、結局 X がっていう形にしてあげて、えー、右の斜線部分。で、境界は今回はイコールついてないで含みません。 はい。で、4番。4番は y ダイナリーイコール2ですので、こういう風になって、y はこっちよりも上、ね。3とか4とか大きいので、右の斜線部分。で、今回イコールついてるから、境界を含む。という風に言うことができます。では、問い29です。1番。はい。円を書いてあげて、今回は半径4よりも大きいだよ。だから、こっち側ですね。斜線部分、境界を含みません。はい。2番。えー、今回は8以下ですよ。っていうことなので、えー、ここ、ね。中側、えー、境界を含みます。 で3番、はい、ちょ、点がずれてますが、ちゃんとずれてるとかね、書いてあげて、えー、まあ、右の斜線部分。で、今回は1個、ついてないので、境界は含みません。で、次4番、えー、こちら、まあ、平方完成してあげてってやっていくと、こういう式になります。ということで、求める領域、えー、今回中心がマイナス1カンマ3、半径が3になりますので、えー、右図の斜線部分、境界は今回含みます。というふうになります。では、プラスアルファで、この問題もやってみてください。 では解説始めたいと思います。はい。プラスアルファの問題。えー、まあ、2カンマ3が中心って分かっている。で、半径は分かんないですが、えー、原点通ってるっていうのが分かっていれば、まあ、2カンマ3。はい。半径、こんな感じで求めることできます。ということで、まあ、事情してあげて13。はい。x、N、の事情プラス、y、y-3 の事乗。で、今回は内側に、えー、車線が引いてありましたので、13よりもちっちゃい、13以下だよっていうことで、こういう風にすることができます。境界含みですので、イコーラつけてください。 それでは今回は不等式の領域についてやっていきましたが、この領域という考え方は大丈夫でしょうかしっかりと復習しておいてください。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。